はい、どうもかみやんゲームズかみやんです。今回も戦国無双5第4章光秀編比叡山焼き討ちやっていきたいと思います。恩人の義景や友長政の敵対濃姫の死、度重なる不幸が光秀の心に大きく影を落とす。しかし光秀は信長の決意に沿うため浅井朝倉との交戦を決意。その後姉川にて勝利を収めた。そんな中浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。比叡山側の度重なる挑発に業を煮やした信長は家中の反対を押し切り比叡山攻めを強行した。比叡山焼き討ち。焼き討ちか。おお、光秀殿、先の表情でのお心配り、平に感謝いたしまする。久秀殿、俺はそのようなつもりでは。古き権威は討たれ滅びるが定め。光秀殿と志がいつであったこと、まこと後人の至り。それはどうかな久秀。なあ明智殿、あんたまだ迷ってんじゃねえのか。正直迷いがないわけでない。比叡山を攻めれば民をも巻き込むことになるのだからな。だが俺は俺の正しきことを貫くと決めた。今さら迷ってなどいられない。ふーん、正しきことね。そんな悲壮な面で言われても説得力ねえがな。まあ、せいぜい頑張ろうや、俺たちの正しきことをなすためにな。よし、縛っていくか。始末いたそう。この機に比叡山を完膚なきまでに叩く。敵方に加担する者は見つけ次第討ち取れ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくる。三太夫、手数は整っていいような。万人抜かりなく俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんでね。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。邪魔する者に容赦はいらん。蹴散らせ。敵将、ぶった切っといたぞ。ここは非行かあるまい。敵は雑賀衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。聞かせていただこう。雑賀衆、ひぜの邪魔をするか。先に片付けておけ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。三太夫以下伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。味方本陣の守りは池田殿ですか。あちらにも気を配らねばなりませぬな。いずれこの山も炎に包まれるのか。そら焼き払え。任されよ。火がついたぞ。甘いわ。皆の衆、支度を急ぐのだ。肩慣らしにもならぬ。力及ばずか。ついに炎がひるむものか。その技俺にも教えてくれよ。尋常に勝負いたせ。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。こっちにまで火の手が。逃げろ開門。火に追われて出てきたか。奴らを逃すな。さあ、このぞ火に急ぐか。こりゃひどいな。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。この程度戦果とは呼べぬゆえ。ごめん。うがち抜く。この程度戦果とは呼べぬゆえ。調子が出てきたぜ。野郎ども、焼き討ちを進めるぞ。よし、行くか。どうした明智殿、顔色が優れねえよ。大しない、気遣いは無用だ。用があるのは信長だけだ。どけ、食らっとけ。さんの禁忌を破るとは信じがたきけどよ。我ら上杉が蹴散らしてくれよ。上杉、リーダーの干渉。全軍上杉勢を迎え撃て。上杉は敵の火星に、もしや謙信ならば。者どもを急げ。根本中道を守るため織田のやつらを押し戻すのだ。打ち取ったぜ。叶う相手ではなかったか。またざめ、今日も暴れているな。叶う相手ではなかったか。任せ参るか。身の程知らずめ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、敵将始末いたした。叶う相手ではなかったか。誰も俺を阻めばせん。ポンポン中道の火攻めを急げ。最下手。また邪魔立てをするつもりか。奴らを残らず討ち取れ。相変わらず利光は頼りになるな。そりゃせいや、そりゃせいや、そりゃそらせいや、そりゃせいや。甘いわ。視力をつかまえろ。うがち抜く。たあ。肩慣らしにもならぬ。たやすきことよ。かなう相手ではなかったか。よっ、お手柄じゃねえか。甘いわ。敵将始末いたした。耐えきれん。聞かせてもらう。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。比叡山が誇る根本柔道が開門。火付けはもう十分だ。忍びたちをあとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。もはや焼き討ちは止められんか。ならばせめて織田本陣を落とすぞ。突撃だ。よし行くか。救援を急がねば本陣が危うい。やられっぱなしじゃ最下衆の名が捨てるぜ。せめて一矢報いてやるぞ。開門。最下衆め、まだ残ってやがったのか。何、敵衆だと。乱世に正しきを示すため謙信推薦。信長の非道を許してはならぬ。続け。やはり謙信殿も来たか。信長殿を守らねば。勝利条件変更。本陣の危機はひとまず去ったか。かたじけない。本陣を守り抜くため私の力を尽くさねば。根本柔道までも焼き払われたか。織田は悪の権化よ、成敗してくれるわ。紀州最下衆の名にかけてその首もらうぞ。敵将討ち取ったぜ。ここは非行かあるまい。モノノフとして一層励みなされ。よっしゃ、最下衆は片付いたな。ここは非行かあるまい。もうよかろう。またさめ、今日も暴れているな。たぎっといたぞ。ここは引くほかあるまい。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。打ち取ったぜ。おお、やるではないか。過ぎたなき外道めら払うべし。どりゃどりゃせいや。肩鳴らしにもならぬ。ここは引くほかあるまい。この技俺にも教えてくれよ。悔しいがここまでか。敵将始末いたした。意地は見せたわ。もうよかろう。この程度戦果とは呼べぬゆえ。敵将始末いたした。耐えきれん。引かせてもらう。相変わらず利光は頼りになるな。この程度戦果とは呼べぬゆえ。我が信念決して折れぬ。もうよい。俺たちの勝利だ。俺は殿、ここにおられましたか。信長様がお呼びです。急ぎお戻りを。そうか、分かった。殿、もう楽になられてはいかがか。利光、お前何を。最近の殿からはかつての正気が感じられませぬ。姫様が亡くなられて以降、特にこれ以上弱っていく殿をただ眺めてはおれぬゆえ、殿、どうか御身をいたわられよ。利光、お前にそのような思いをさせていたとはな。だが俺は歩みを止めるつもりはない。殿、姫様を亡くしたあの日、俺は信長殿と誓った。女王を殺し天下一神へ邁進する信長殿を必ず支え抜くと。だから俺はまだ止まれない。すまない利光、心遣い感謝する。殿、なぜあなたはいつも。来たぞ明智殿。で、なんだよ話って。実は折り入って桃地殿に頼みたいことがある。信長殿をあえめんとした企ての首謀者を探ってほしい。なるほどな。あのヤタガラス、才下孫一だっけが、あいつの雇い主を突き止めろってことかい。あ、さすが桃地殿、話が早い。では早速。聞こえちまった。その話、俺にも協力させてくれ。孫一を取り逃がした罪滅ぼしってわけじゃないけどさ、俺は親父の気を晴らしたい。少しでも親父に笑ってほしいんだ。泣かせるね。その殊勝な心掛け気に入ったぜ。美月、お前の力貸してもらおうか。わかった。桃地さん、俺頑張るからな。すまない桃地殿、美月ともどもよろしく頼む。ああ、任せとけ。きっちりやることはやらせてもらうぜ。以上、神庵でした。バイバイ。